現在 COVID-19 が猛威を振るい世界中を震撼させておりますが、皆様におかれましてはマスクの着用を徹底しておられるのではと存じます。さて、このお話はそんなマスクについてのお話でございます。どうやらあっちの世界でも気にしている方は気にしておられるようで、これは知り合いの U さんが先日体験したお話です。U さん、ある夜ふっと目を覚ましました。ちょうどお月様の綺麗な夜でね、月明かりでもって部屋の中がぼんやり見えるんだな。U さんは窓の方を向いた状態で目を覚ましたんですが、自分と窓の間に何かがいる。窓の方から差し込んでる月明かりで、黒いシルエットが浮き上がってる。どうやら女性のようだ。彼女は白いコートに肩までの髪、顔が真っ白だったので、マスクをしてるように見えたって言うんですよ。しばらくじーっと見ていると、倒れ込むような感じでこちら側に近づいてきた。幸いにも体の自由は効くんだ。怖いもんでさっと寝返りを打って布団をかぶってじーっとしてた。もう一回確認してみようかなーなんて思ったんですが、やっぱり怖いですからね。ゆうさんまんじりともせず、もうマスクつける配慮があるならソーシャルディスタンスも保ってよねと、半ば憤慨して朝まで過ごしました。しかし次第になんでそんな服装なのか気になりだして、毎晩、今夜も来てねえとお願いしているそうですが、たまたま通りすがりだったのか、未だに出てきてくれないんです。夢宮さん、あちら側の世界も自粛で大変なのかもしれませんね。給付金もないでしょうし。ゆうさん、言ってましたよ。